ファミリータイムへようこそ。この動画では井上尚弥 VS スティーブン・フルトン、素人でも分かりやすく分析します。チャンネルの登録ボタンをスマッシュして見ていきましょう。試合が始まると、井上はエレジーガードの構えから下から上にジャブをついていきました。正面を見てるフルトンの目線からとしては、とても見えづらい角度からパンチが伸びてきています。なので、ディフェンス技術を持つフルトンでもこのジャブを完全に外すことはできませんでした。見えづらい角度からジャブが打てる理由で井上が LG ガードを利用したのかは確実に分かりませんが、 LG ガードからのジャブはフルトンに対してかなり効果的でした。ここでフルトンはジャブを打ちに行きますが、井上は頭を中側にずらしてパンチを避け、踏み込みながらジャブをヒットさせました。フルトンは全く見えていなかったです。井上が LG ガードを利用した理由がもう一つあるとしたら、それはボディジャブをしつこく狙っていきたかったからです。もうすでにガードが下がっている状態なので、上がっているよりも楽にボディにジャブをついていけます。ここで井上は LG ガードの構えから重心を落としてジャブをボディにヒットさせます。フルトンはそれに反応して、よく見ると左ガードに隙が空いています。井上はこれを計画していたのです。ボディジャブでフルトンのガードと意識を下に持っていて、それから顔面を攻めていく罠を仕掛けていました。ただそれに気づいたフルトン陣営はここでコーナーから的確な指示を出しました。左ガードを上げろ、ジャブからの右を狙ってるぞ。それを言った途端、井上はボディジャブをもう一発打ち、それから右ストレートを上に打ち込みましたが、フルトンはしっかりガードを固めてブロックすることができました。右ストレートがブロックされたので、高いファイト IQ を持つ井上は攻撃のパターンを変えていきました。ボディジャブから右アッパーを狙っていきました。だけどこれもフルトンにガードされてしまいました。フルトンも高いファイト IQ と技術を持つボクサーなので、ボディが狙われていることに気づき、カウンターを合わせようとしました。井上はボディジャブを打ちます。フルトンは手を下げずにガードを固めて、井上の打ち終わりに右フックを振りました。素晴らしいタイミングですが、井上の反応を見てください。リーンバックしながら顔をフックと同じ方向に回転して威力を流し、それと同時に左フックを打っています。クリーンヒットではないけど、フルトンのバランスを崩すことはできました。このシーンでカウンターを狙っていたのはフルトンでしたが、実際カウンターを合わせたのは井上尚弥でした。ということで、賢くフルトンは同じ戦略を取り、井上のカウンターにカウンターを合わせようとしました。フルトンは探るジャブを打ちます。井上はそれを避けてから踏み込んでジャブを打ち返しました。ここでフルトンはリーンバックしてカウンター左フックを合わせます。これもまた抜群のタイミングでカウンターを打っていますが、井上は一瞬も気を抜かないボクサーです。急に全身を止めて頭をずらしてフルトンのフックを外しました。カウンターを外しながら井上はボディジャブからの右のコンビネーションを狙い続けました。ここで井上はフルトンのジャブを避けながらジャブを当て、それから上に右を打ちました。だけどフルトンはこれを警戒していました。しっかりガードを上げてパンチを流し、左フックも注意して右ガードを固めました。フルトンは本当に高いディフェンス力を持つボクサーです。試合をコントロールしていたのは井上尚弥でしたが、なかなかフルトンに効果的なダメージを与えることができませんでした。なので井上はどんどん攻撃のパターンを変えていきました。重心を落としてボディジャブで攻める動きを見せますが、逆に上にジャブを打ちました。フルトンはフェイントに引っかからず、
リーンバックでジャブを流し、それからガードをしっかり固めます。ここから井上はフックを打ちます。だけどフルトンはこれもブロックしました。クリーンヒットを許さないフルトンですが、井上の攻撃はまだ終わっていません。フルトンの意識が上に行ったので、井上は隙間を狙って左ボディを肘の裏にヒットしました。そしてもちろん井上は打つことだけではなく、打たれないことも意識していました。フルトンのカウンターパンチを完全に避けました。井上はさまざまなパターンで攻撃していったので、試合が続いていくほどフルトンはどこをどうやって守ればいいのかに混乱していきました。なので序盤ではしっかりボディジャブをブロックしていましたが、8回に入るとフルトンのガードに隙が空いてきました。ここで井上はボディジャブをヒットしています。そしてフルトンのガードを見ると、右は上がっていますが左が下がっているのが見られます。井上はこのミスを逃しませんでした。数秒後、井上は同じジャブをボディに打ち、フルトンのガードを越えて右を顎にヒットしました。フルトンはぐらつき、立ち上がってバランスを整えます。井上は猛スピードで距離を詰めて左フックを顎にスマッシュしてフルトンを吹き飛ばしました。これでも KO されてもおかしくないけど、フルトンは気が強いボクサーです。なんとか10カウント以内に立ち上がりました。井上は KO モードに入り、フルトンをロープに詰めて倒しに行きました。フルトンはロープから回ってホールディングに入ろうとしますが、井上はそれを許さずスペースを作り、左ボディをヒットして攻め続けます。この時点ロープがなかったらフルトンは倒れています。井上はフルトンをコーナーに詰めて強烈な連打を仕掛けていきました。だけどフルトンはまだ諦めていません。ガードを固めてここでパンチも打ち返しました。ここで井上はパワフルな右をガードにスマッシュして、それから左をヒットし、この右はミスしますけど、その後の左はガードの裏に当たっています。ここでレフリーはとうとう入りますが、その瞬間に井上はラスト一発を当てて、フルトンはキャンバスに落ちました。最大のチャレンジと言われていた試合で井上尚弥は過去最高なパフォーマンスを発揮して圧倒的な KO 勝利を収めました。4階級制覇を達成した井上尚弥は何階級制覇を成し遂げると思いますか？史上初の2階級 Undisputed Champion になると予想していますか？ Pound for Pound No.1 にランクインされますか？コメントで教えてください。井上尚弥は無敗なので、キャリア初期から毎回井上にベットしてた方はかなり稼げています。そして今後も負けることはないと思うので、僕がベットするんであれば絶対に井上尚弥につけていきます。井上尚弥の試合、そして全てのスポーツを取り上げているオンラインブックメーカーの URL は概要欄に貼ってます。その特別 URL からサイトをアクセスすれば10ドルのフリーベットを受け取ることができます。 Check it out